何台何台？久しぶりに久しぶりかな、久しぶりに STU チャンネルは去年の8月ぶり。福岡全国ツアー福岡の時の前日の HKT さんとのコラボぶりかなって思ってる。イエーイ、めっちゃすごい、メイクさんすごいわ、ほんとめっちゃかわいい。後ろ編んでる、見えた。あはは、久しぶりでした。ニコ生さん、ニコ生でも、ニコ生は配信とかで時々登場してるか。みなみさんとももちゃんを見守りました。三つ編み撮りたくない。でも配信終わったら撮るね。魔法でさ、コピーできたらいいけどね。この髪型をコピーしてって言って、コピーしてポッて魔法で。見ました、この長さの二つ結びも、うん、見納めかもしれません。見納めかもしれません。髪伸ばすから。
あはは。Is that woman a student? My doctor is also smart. あ、頭がいいですが答えって頭いいですになっちゃった。医者です、あなたは。すごいな。あ、合わなかった。あ、そのああもうやだ。あ、合わなかった。ニューロイヤーだ。あれちょっと。Is this woman? You are? You are か。You are new. あ、間違えすぎて、なんか体力がゼロになった。もういい。もういい。
イエーイ。携帯買ってきました。新しい携帯。可愛すぎる。ピンクにしたいの。フィルム貼るわ。大事だよ。フィルム大事だから。汚れを取り除いて、ああ、これそういうことか。で、シールを持ちて、通してしようし、フィルムを剥がします。なるほどです。まずは綺麗だけどね、買ったばっかりし、綺麗だけど、まあまあまあ、まずはクリーナーで拭いて、テープで、リズムに合わせて。よっしゃ、もうね、完璧。そしたらこの謎のものをはめて、あれ、ここ
声がついた。ということですよね。これを剥がして、で、つける。うわ、声がついた。この一瞬で声がついた。めっちゃ綺麗についた。え、なんでここ？ここじゃなかった。よかった。気泡気になるの。よし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 、いいよ。出現してくる。これ消してもどんどん出てくる。よし、やっと。めっちゃ綺麗や。
綺麗や。すみません。すごすごーい。よっしゃー。次はカメラレンズ。カメラレンズです。レンズが割れてしまっては、うん、悲しいので。逆や、危ない危ないよ。よっしゃー。なんだこれ。あ、これあれか、音が出る。
いいよ。よっしゃケースピンクにした。ピンクの携帯なのにまたケースのピンクに。いいやん、いい大きさ。いいね、ちょうどいいかも。覗き見防止のやつにした、フィルムを。覗き見防止ですよ。そう。新幹線の席倒したらさ、後ろから見えるじゃん。今つけたこの新しいやつ。まだバックアップとかしてなくて、LINE は ちゃんとバックアップしようかなって思う。でもそれ LINE はなんだっけな、設定で引き継ぎモードみたいな、簡単引き継ぎ QR コード、これだ。
アイクラウド。これか。削除して。メモ。メモか。メモ。メモ大事ですな。まあね、バックアップしなくても引き継ぎすればいいか。引き継ぎ。そういうことか。クイックスタート。なるほどね。
後でしよう、クイックスタート。スタート利用できない場合、ライン起動しログイン、QR コード、おお、QR コード、ああ、復元。このクイックスタートを使わんかったら、スタート、なんか怖いな。お、できるか。自動的に。そう。そうしよう。でも新しい端末の方は、そう、LINE と、うん、ぐらいでいいかなって。あと SNS。SNS と、カメラ。カメラアプリ。ぐらいでいいなーって。思いながら、でも結局後から、あ、あれもあれもってなるから、クイックスタートするか。写真は、うん、写真いるか。写真いるね。そう思った。写真いるか。確かに外出先であれ送ろうと思って送れんくなる。
でも今回ののは容量128にしたんですよ。少なめにした。前は256。そうなんや、なんか少ないやつにしました。うん、少ない方でいいかなーと思って。全然今256満タンあるけどね。多ければ多いほどいいなってそうずっと思ってたけど、まずこの今使ってるやつは残す。タブレットも多分買う。だったら そっちにしようかな。保存用で、保存用の携帯が急に使わなくなったら悲しいけど。写真はね、そう移動したくないよね、あんまり。でも結局そうだね、半分くらいは移動させようかな。移動したくない。クイックスタート、あら、やめる？そっか、足りんのか。そうなるよ。じゃあ、LINE だけでいいか。LINE、あ、なんかバックアップで、なんかできた。簡単引き継ぎ QR コードがあればいいかな。パスワード分からん。新しい携帯買いましたよ。Wi-Fi のパスワード分からん。
後ですよ。めっちゃいいな、かわいい。なんかね、カメラ部分のフィルムをオーロラ色みたいなのにしたんですよ。私は白がいいなーと思って買ったらそれしかなくて、こう角度によって色が変わるやつ、ね、白貴重の。うん、iCloud の分は欲しいよね、メモとか。だからこの端末で配信するのも今日で最後。明日からは13で配信する。SE ありがとう。この端末は下取りに出します。下取り、携帯ショップで下取りしたら8000円って言われたんですよ。でも公式のストアで調べたら1万5000って書いてあって、これどうしようとめっちゃ迷って。そうなんよ。とりあえず保留にして、ストアで買おうかなって。そうそう、 SE の第2世代が8000って言われた。でもしかもタブレット、大きいタブレットあるじゃないですか、あれをストアでウェブで見たら5000円って書いてあって、このタブレット5000円って、だけん下取り出すかめっちゃ迷うんですよね。5000円なら使おうかな。ね、そうなんよ。もともとの価格を考えたらマジか。そう、確か今第10世代までが新品で、私が使ってるのが7だとか、確かなんですけど、5000円。
てちょっとちらってタブレットの方のミニ小さい方の見つけて値段見たらびっくりした。10万円最新の。パソコンと同じぐらいかと思って。パソコンと同じやなって。まあ、パソコンみたいなもんか。しかも私謎にちょっと憧れを持ってそのタブレット買ったらそれにあのこのカチャカチャキーボードを組み合わせたくて別に使わんでいいのになぜかなぜかなんか使いたいっても憧れがあるんですよ。カチャカチャしたいんよ。でも使わなくなるよね。最初は使うけど後々なんか憧れだけでブログとか書くときにカチャカチャがあったらもっとブログを本当にブログのように書けるかな。やっぱね、スマホでこのポチポチでブログってなんかなんだブログ感はないよね。やっぱこのカチャカチャの方がブログっぽくて気持ち的に。でもただその気持ち程度、その気持ち程度で追加するかっていうね。かっこいいな、カチャカチャかっこいいな。あ、便利ですか。実際使ってみたら絶対そうよね。私ブラインドタッチできるからさ。早打ち検定何級か忘れたけど多分1級1級か2級どっちだったか覚えてないけど多分1級もしかしたら2級。でも時々間違える。早すぎて間違えん。なんとかか R みたいなR みたいな。うん、私の速さについてこれないキーボードブレンドクチ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 カンカンってエンターHe
時々おる。ドラマとか映画とかに。ちょっと待ってください、今確認してみます。今暗号を解いています。あれかっこいいよね、憧れ。絶対開かないドアを開ける人。開きました。でも後々絶対に言うこと聞かなくなり、で警報が鳴って、なんでなんでなの。不明なエラーが出てる、ごめんなさい。私にはできません。でも君しかいないんだ、助けられるのは君しかいないんだ。5、4、3、2、1、カチャ。止まりました。ミッションコンプリート。残り1秒。でもうゲーミングチェアみたいなとこに止まった。で誰かとハイタッチ。そして どうなることかと思いましたよ。全然でも、ということが全然話変わったけど、ということはありまして、迷うな。でもあのキーボードも高そうだよね。ちょっと見てみようか。50分だと。キーボード。何これ、めっちゃ可愛いんだけど。何これ。あ、これケースか。あ、これケースか。なんだ。
キーボードケースワイヤレスマウス付き。かっこよ。磁石でくっつく。やりたいことを全面的にカバーします。これか、あれ、あ、この埋め込み式のキーボードか。あれ、どうなんだ、これか、ま、ん、マジックキーボード、これが本物？買った？このアマゾンに売ってあるこれは何だ？これはキーボードだけ安いんか？キーボードじゃない、キーボードケースだから安いんか？読もうか。タッチーさん、バリーさん、マイセンタン、コッペさん、神戸のヒッキーさん、編成風さん、たけしさん、 F 渋谷さん、キチネさん、フジポンさん、ミツルンさん、アオちゃん、ターヤンさん、オーサムさん、ナオさん、ふたてさま、台湾のコウさん、セイヤンさん、ミッチーさん、スーパーカブさん、イクゴピョンピョンさん、猫のおかずさん、ゆうきさん、ロックオンさん、ゆいぞうさん、らくらくさん、ミミフィさん、くちさん、じんたさん、ビーツさん、渡辺さん、ときわさん、りょうさん、ころすけさん、ありがとう。慣れると変えられなくなる。これキーボード売ってあるの？うわ、4000円。へえ。へえ。すごっ。ピンキーですね。なるほどね。マジックは、あー、何これ、なんだろう。これすごいなー。なんか今新しい世界が広がった気がする。全然買ってないのに、まだ。あ。簡単系もあるんだ。ストア、ちゃんと公式のストア行ったらいろいろ教えてくれそう。公式が
ペンシルは持っとんのよね。しかもペンシル、アマゾンで安く買って全然問題ないんですよ。ああ、そうか。ミニはミニのキーボードじゃないというか、そういえば。ペンシルね、持ってるんですよね。あ、同じか。そっか。そうそう。これは、お、キーボード。あら、なるほど。ピンクもあるんだ。もう持ち物がピンクばっかりになる。ピンクばっかりになるけど、これは買ったからにしよう。ね、なんか選ぶとしたらもうピンクばっかり。でもね、濃いピンクはなんか違うよね。紫に近いとなんか、ってない。だったら白とかシルバーの方がいいかな。めっちゃ汚れ目立つけど、バイバーイ。